上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマート40周年びっくりのり弁とびっくりチキンカツを食べたいと思います。びっくりのり弁もびっくりチキンカツも本当にびっくりするような棒読みがあります。これは食べ応えがありそうな、食べきれるか。それでもチャンネル登録よろしくお願いします。まずはびっくりのり弁からいただきます。続きましてはびっくりチキンカツ弁、こちらも結構なボリュームですね。チキンカツも大きい。ではいただきます。最初に食べたびっくりのり弁は確かに量はびっくりするんですが、味はシンプルでしたね。カツの醤油やいやハンバーグのお肉の旨味などしっかり食べました。他にもお肉がパンチがあるので、あくまで量で勝負、量を食べたい方向けといったいでしょう。一方で、ね、びっくりチキンカツは、チキンカツが肉厚で旨味がたっぷりですので、鶏肉が好きな方はぜひ食べていただきたいお肉です。10周年おめでとうございます。というわけで今回はこちらのびっくりチキンカツの方を代表として4点していただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終了。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。